東向寺は、愛知県西尾市駒場町あざ、江の木島にある浄土州西山深草派の寺院。正式名称は、石峰山雷合院東向寺。今川義元の首塚と伝わる、豊教院島がある。創建は、平安時代初期の上岸年間、縁人によるとされ、当初は天台宗であった。その後一時後輩し、室町時代後期の明王年間。 中島総福寺解散天遊商人の弟子であった、康介徳商人が入り、浄土宗に改めた。現在は浄土宗西山深草派に属する。今川義元の首塚当時第四世の徳順商人は今川義元の叔父と伝えられ、義元は金星を出すなど深く消えしたとされる。A63 年5月19日、義元は桶狭間の戦いで、織田信長に敗れ、 打ち取られた、吉本の首は、塚口にさらされた。当時、鳴海城主であった、今川家武将の岡部元信は、鳴海城と引き換えに、主君、吉本の首を返却された。元信はその首を携えて、狩りや、キラを経由して、駿河国を目指したが、初夏の暑さから、首の損傷が激しく、途中縁故ある当時に立ち寄って、塚を気づき、首を埋葬した。この時、 二名の武将が当地に泊まって墓守となったが、そのうちの一名はなお今村坊といい、今村家は当時の大旦那として昭和まで続いた。当時の東の山中に三十三観音霊場が作られている。これは大正期に西国十三所の観音霊場を模して作られたもので、参道に沿って三十三の観音菩薩の石像が順番通りに配置されている。 また、山頂には関東大震災の供養として大観音像が立つ。ありがとうございます。